8月24日曇り空、とっても涼しい。川を越しました。車がうるさい国道は基本的に避けます。方向だけを頼りに一体どこを走ってるんでしょうか。手賀沼に着きました。大きな川を越すときには大きい道に出なければなりません。でもすぐ脇道へ。若い頃はひたすら距離を長く走っていたので景色なんかは全く見ていなかった。でも年を取り距離を走ることはできない。その分
こうして美しい自然を求めて走ることができるようになった。夏なのに空気がひんやりさえしていてめちゃくちゃ気持ちいい。自転車でのツーリングを満喫できるね。時々こうして国道に出て方向をリセットします。すぐ脇道へ。若い人たちと同じ走りをしても年寄りの冷や水。年を取ったらそれなりのベクトルの違う遊びをする。こうして僕は自分の遊びを進化させているのさ。生きている限り成長を楽しんでるよ。着きました牛久沼。